旧淀川は、淀川の下馬水門で南へ分岐する旧、淀川本流。上流から大川、道島川、安治川が、旧淀川として旧河川に指定されている。かつての淀川本流であるが、淀川放水路が開作された1907年以降は、旧川扱いとなっている。当初、新淀川、淀川だった呼び分けは、次第に、淀川、旧、淀川となったが、 旧淀川は常日の区間ごとの名称で呼ばれることが多い。中野島より上流が大川、または天馬川、下流が安治川と呼ばれる。中野島では南北両岸に分かれ、北が道島川、南が土佐堀川と呼ばれる。なお、河川庁所では土佐堀川は別河川扱いとなる。宮古島区下場で淀川より分岐して南流。 川崎橋をくぐると清流に転じ、東からは根屋川が合流。天神橋の直前で中野島の北へ道島川、南へ土砂堀川となって分岐する。道島川はかつて大江橋の直前で道島の北側へ曽根崎川を分岐していた。また、1878年には民の橋の上流側から大阪駅に向けて道島掘り割が、 道島掘割分岐のやや上流側から土佐掘り川まで中野島掘割が改作された。しかし、曽根崎川は道島掘割より上流部が1909年の北の大火で生じたがれきの廃棄場所になって埋め立てられ、1923年には下流部も埋め立てられた。中野島掘割は1957年に、道島掘割は1967年にすべて埋め立てられ、 阪神高速11号池田線や大阪ガーデンシティの一部に利用されている。土佐堀川は道島川との分岐後すぐに南へ東横堀川を分岐、畑倉橋の直前で南へ木津川を分岐する。かつては西木橋の直前で南へ西横堀川も分岐していたが、1962年に阪神高速1号環状線の建設のために埋め立てられた。 中野島より、下流には、かつて、淀川河口に蓋をするように九条島が横たわって、いたが、1684年に、河村瑞賢が水運と地水のために、現在のような直線上に改作し、安治川と命名。九条島は分断され、安治川右岸側は西九条と呼ばれるようになった。沿岸の三角州には、江戸時代半ば以降神殿が作られたが、 明治以降工業地帯へと変わっていった。西九条地区と対岸の九条地区の間には、家庭トンネルである、安治川トンネルがありその下流で六軒屋川と合流する。合流点のすぐ下流左岸には1990年代まで、瀬戸内海航路の客船が発着していた、弁天不島がある。そこから、川幅が急速に広がり、大阪港の安治川内港が広がる。港区は、 工場などの地下水組み上げによる地盤沈下が著しかったため高潮に弱く、1947年より川の南岸を削って出た土砂で港区全体をかさ上げすると同時に削った跡地に埠頭を整備したもので、川幅の面では 2km ほど北を平行する、淀川と比べても遜色ない。天保山大橋より下流の安治川南岸は明治以後の旅客港としての実行で、 最近まで高松市や小豆島まで客船が通じていた。また USJA も観光船で行ける。天保山の対岸、安治川北岸の桜島や梅町は、実行にやや遅れて作られた工業校の北港で、天保山からは市営都線で渡ることができる。かつて実行は遠距離航路の旅客や輸出入貨物の拠点だったが、 コンテナが進んだ1970年代以後は、本格航路のほとんどすべてが、戦後の埋め立て地にできた難航発着となった。主な支流主な分流大川佐賀宮古島区、毛マ町、友淵町、前玄寺町、宮古島本通り、中野町、網島町、中央区大手前、天馬橋橋町、北浜あずま宮古島区毛マ町、北区長良東、国分寺、 日の口町、天馬橋、天馬、天神橋、東島川左岸、北区中野島、右岸、北区天神橋、菅原町、西天馬、東島浜、東島、東島福島区福島、玉川、野田土佐堀川左岸、中央区北浜東、北浜、西区、土佐堀、川口右岸、北区中野島、味川左岸、西区、川口、味川、港区波除、弁天、石田、港ばれ、 執行、海岸通岸福島区のだ、この花国石城、春日がで南、島や、桜島、梅町中野島に架かる橋一覧旧淀川は、新淀川から分流して、大川となり、そして東島川と、土佐堀川の両河川に一旦分かれて、再び合流し、それが安治川、そして木津川、さらに、そこから分かれた、岩崎運河とそれに続く、 尻りなし川下流部へと進んでいく。このように、旧淀川は、最終的には三つの大きな流れとなって、大阪湾へと注いでいくが、その間に、それらの流れから分流したり、あるいは合流したりする川や運河がいくつもある。それらの川は、自然の川だったり人工河川だあったりと実に様々で、あるが、多くは、戦後の高度経済成長時に、水質を抱くや、 交通渋滞などの解決のため、行政主導もしくは住民側の訴えなどにより、埋め立てられてしまった。現在も残っている。河川現在はなくなった。河川上流より下流へ向かって並べている。ありがとうございます。